やっと静香ちゃんの番になりました。行くよ。ああ、だいぶ待ったね、静香ちゃん。のびちゃんがまったりしてるから。40分ぐらいは玄関で待ってたな。途中ベランダで泣いてたりしてたけど。静香ちゃんどこ行こうかと思って悩んでるけど、静香ちゃんでもあれだよね、一昨日脱走したからそんなに久しぶりっていう話でもないんだね。あっち、俺はもう静香ちゃんは竹よりも雑草が好きだな。ひょろっと伸びた猫じゃらしみたいな草の葉っぱの部分が好きでよく食べますね。とにかくこういう路地でですね、撮影して動かないでいると蚊が飛んできて、蚊が刺しますね。蚊が飛んできて中枢って分かっててもですね、撮影してるんで撮影をやめることできないんで困っちゃいますね。リバちゃんさっきからずっとここにいるね。お食事タイムですか、静香ちゃんの。あっちの草を食べ、こっちの草を食べ。静香ちゃん、どこ行くの？静香ちゃんは気分次第であっち行ったりこっち行ったりしますね。のびちゃんはぐるぐる回るだけなんだけど、静香ちゃんは気分次第、匂い次第、食べ物次第、あっち行きこっち行き。これはさっきのびちゃんが散歩した時に私がつまんだ雑草ですね。匂い嗅いでますね。前にのびちゃんは駆動おしっこしてるけど、今日はおしっこしてないですから匂いはないはずですけど、この映像にとって匂いを嗅いでトカゲを探すのは静香ちゃんのコースだな。ここで2回トカゲを見つけてるから記憶に残ってる、インプットされちゃってる。
道暑いね。暑い暑い。日が差してるこの道路のところ暑いですね。さすがに動き出した。飛び乗ろうとしてる。うん、高いよ。あ、行っちゃった。飛び乗っちゃった。この上のここによく鳥が来るんで、今日は鳥いませんよ。静香ちゃん、尻尾見てください。尻尾、この先端の黒い輪っか、ね、これかわいい、ね、リングになって。暑い。みーちゃんもう戻ろう。暑い。日射病になっちゃう。こんな暑いとこ歩いてたら。君も日射病になっちゃう。毛皮のコート着てんだ。何やってんのよそんなとこで。ここは暑いですよ。これ相当暑いよ。これ日がガンガン照ってるし。暑いよ。超暑いんだけど。もう日射病になっちゃうよ。君だって暑いでしょ。これ相当暑いと思うけど、もう帰ろうね。お家と反対方向に進んでますね、静香ちゃん。だいぶ家から遠くまで来てしまいました。歩いて、そこはもう公園ですから。お前まさか公園に行こうとしてんじゃねえだろうな。この暑いのにやめて、静香ちゃん。もう公園に向かってますよ。公園の中に入ってきました。そらくんが小さい頃は、今時になるとセミの音がうるさいくらいに鳴いてましたけど、もう全くセミ鳴いてないですね。でもセミはいると思うんですけどね。鳴いてはないですけど、セミの抜け殻ないね。ちなみにこれは桜の木です。春はすごいですね、満開になって。静香ちゃん、君はすごいね。のび太くんと違ってこんなとこまで歩いて来れるんだから、のびちゃんじゃ絶対できない。こうなると静香ちゃんもなかなか家に帰らないんで、もう抱っこして連れて帰るしかないですね。ビデオの電池もあと5分というふうに表示されています。この今使ってるバッテリーですね、あの前の、おいおいおい、ダメだってそれ以上いっちゃう。あの壊れたビデオの方のバッテリーだったんで、もう摩耗しててですね、あのすぐ電池なくなっちゃいます。ちょっとケチって、あの新しいかかったビデオのバッテリー使わなかったんで、こんなになっちゃいましたけど。おい、ほら、もう降りて。兄ちゃん、それ危ないでしょ。ね。はい、降りて降りて。つって降りられないか。ね、じゃあ降ろしてあげよう。静香ちゃん、この桜の木の木陰で、まったりしてます。もう、この撮影が最後だな。時間的に、もうこれ以上は、撮影してる
られない。完璧に。もうインジケーター黄色になっちゃってますから。ひでかちゃん、なんか今日は鳥が少ないですね。いつも公園には鳥がたくさん来てるんだけど、どっか別のところに餌を探しに行っちゃってんのかな。鳥もここは何もないもんね。静香ちゃん、静香ちゃん、お家帰るからね。もうね、ここまで来れたんだからいいでしょ。はい、おしまい。どうした？ちょっとここはなんか風が涼しいな。ねえ、木陰だからかな。